千葉の2人が前に上がってこの後ろ7番の塚本が追う形になりました先頭誘導員の後ろ9番の引き地はまだ引く気配ありません外側抑え込んだ3番の柄本ですバックストレッチ3番の柄本が先頭誘導員をかわすこれを見て7番の塚本が前に上がってここは3番の柄本を抑え込む柄本は下がって5番手キープを狙いますが外の辺りまで9番の引き地が上がってきている4コーナーからホームストレッチまもなく残りが1周7 7番の塚本ペースを上げるが強引に叩きに行った9番の引き地2番手、外まで上がってきている内をすくって8番の片りが先頭に変わりました8番の片りが先頭になって2番手には7番塚本その横まで9番の引き地さあ前を捉えられるか8番の片りも懸命に踏ん張っているが並んでこようという9番引きち4コーナーから直線8番片り先頭外から9番さらに間から2番ゴール前混戦大混戦のゴール前